古より伝わる人の魂を喰らう妖刀、その名を悪食。悪食を持つ者は人の魂までをも支配できると言われる。人はその偉大なる力を手に入れるために戦い、殺し合った。一人の忍びの働きにより忌まわしき歴史も終わりを迎えたかに思われた。しかしそれは新たな戦いの始まりでもあった。なぜだ。